皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、戸塚区ふれあい文化祭戸塚区民吹奏楽団ミニコンサートにお越しくださいまして誠にありがとうございます。私たち戸塚区民吹奏楽団はふれあい文化祭は今回で5回目の参加になります。私たちの活動を少しでも多くの人に知ってもらって一緒に音楽を楽しむ仲間を増やしたいなと、そんな思いで今日も演奏させていただきます。申し遅れましたが、本日の司会進行は私渡辺千春でお送りいたします。短い間ではありますが最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、1曲目にお送りしました曲は動物戦隊獣王者でした。お子様に人気の日曜朝戦隊ものシリーズ40作目となる動物戦隊獣王者のテーマです。明るく勢いがありオープニングにぴったりでしたね。それでは次の曲に参りましょう。2015年新シリーズジュラシックワールドが公開され大変話題となりました。ジュラシックパークのテーマを演奏いたします。1作目は1993年公開の大変人気のあるシリーズなので皆さん一度は耳にしたことのある曲だと思います。お聴きください。
ジュラシックパークをお送りしました。さて、今年の夏はリオオリンピックで盛り上がりましたね。日本の選手たちも大活躍で元気をたくさんもらいましたよね。次の曲は NHK リオオリンピックパラリンピックテーマ曲、安室奈美恵さんのヒーローをお送りします。この曲の歌詞は、決して諦めない、大切な人がいるからどんなことも乗り越えられるという内容なんです。夢と希望と勇気がギュッと詰まった応援ソングです。お聴きください。
お送りしました。次は演歌界の女王美空ひばりさんの愛さんさんです。川の流れのようにと並ぶ代表作です。曲中でアルトサックスとトランペットのソロがありますので、お楽しみに。どうぞお聴きください。私たち戸塚区民吹奏楽団ですが、おかげさまで団員も順調に増えております。ですがまだまだ団員募集をしています。うちのバンドはまさにアットホームな雰囲気がいいと言っていただくことがとても多くて、
実際にご覧の通り、いろんな年代のメンバーが集まっていますし、楽器経験も本当に様々です。ブランクがある方、楽器を始めたばかりだけど合奏をしてみたい方、普段なかなか練習には参加できないけれどステージで演奏する醍醐味を味わいたい方、そんな方たちにこそぜひいらしていただければと思っています。私たちと一緒に音楽を楽しみたいと思っていただいた方はぜひ一度見学にいらしてください。本日のプログラムの下にホームページを載せてありますのでご覧ください。というわけで、いよいよ次の曲が最後になってしまいました。最後はスーパーヒーローをお送りします。この曲はルパン三世の挿入歌で、スピード感がありとてもかっこよい曲となっております。本日は皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございます。これからも TKB こと戸塚区民吹奏楽団をよろしくお願いいたします。スーパーヒーローの後にもしかしたらプラスアルファがあるかもしれません。どうぞお聴きください。